ブレイクタイム。はい、紅茶606です。皆さんはねるねるねるねって知ってますか？まあ知ってるでしょ。知育菓子のもうリーダー的存在ですけれども、今回はですね、そんなねるねるねるねが30周年を迎えたというわけで、こんな商品が出ました。こちらです。パーティーねるねるというわけで、びっくり大きなねるねるね、ねるねるをみんなで作ろう。ねるねるねるねって言わずにねるねるっていうところがまた素晴らしいですね。ねってねって30周年ありがとう、みんなで食べよう、レッツパーティーというわけで、まあ、こんな感じでありますけど、作り方ですね。で、ここに書いてあるんですけれども、ホームページからパーティーグッズをダウンロードして楽しもうというわけで、ホームページからね、こういったこのダウンロードのボタンを押して印刷して、ほら、こういうパーティーハットとかを作れるみたいです。これは可愛いですね。ちっちゃいお子さんには結構いいんじゃないでしょうか。それでは早速開けていきましょう。チーク菓子はね、もう久々ですね、作るの。おっと。で、こんな感じ。袋がいっぱい。はい。でね、この大きな袋を開けて、これが、袋が1、2、3、4、5、6、7、7袋ありました。一番の粉とか何このでかさって感じだよね。でかいスプーンが1つと小さいスプーンが4つ。全部で5つスプーンがあります。でこれがパーティートレイっていうらしいです。じゃあ早速作っていきましょう。まだこの内側の線まで入れるみたい。ここですね。うわー、やってしまった。早速しくじりを犯してしまいましたね。僕はしっかり写真を見なきゃ。この中にね、水を入れようでした。で、この水が入ってから一番の粉を全部入れるって。はい、うわ、量がピントが合わない。混ぜ混ぜ。黄色くなってきましたね。うわ、ドロッとしてる。はい、でこれにこちらびっくりびっくりソーダ味を入れます。この途中経過で食う人いるよね。俺食う人なんだよね。甘いだけ。はい、びっくりびっくりソーダ味入れていきます。ザー、あ、青い粉が。混ぜ混ぜ。やばい、でかくなった。そっか、びっくりびっくって書いてあったもんね。確かにもう僕がびっくりしましたし、びっくりになりましたね。あとはこの4つのところにトッピングを入れるだけ。キャンディーチップトッピング、星ハートトッピング、カラフルトッピング、シュワシュワトッピング。はい、というわけで一旦完成しました。でこの後ですね、このソーダ味からぶどう味に変わる粉っていうのがあるんですけども、袋ですね。これは後で入れることにしましょう。はい、というわけでできました。それでは早速食べていきましょう。じゃあまず普通にこちらソーダ味ですね。いやー、久しぶりです。いただきます。うん、クソ甘い。このソーダっぽいね、普通のソーダじゃなくてチーク菓子らしいこの味が美味しいですね。はい、というわけで今伝説のトッピングをすべてやりました。つけました。じゃあこれがどんな味をするのか、いただきます。だるだる。普通こう食った瞬間にこう、うまいとか言うじゃないですか。一口が大きくて言えない。で僕このね、宝石っぽいやつとカラフルなやつ、まあ、見たことあるんですけど、このハートとね、シュワシュワのは初めて見ましたね。じゃあ十分ソーダ味も楽しみましたので、次はこちらぶどう味に変わる袋を入れて食べていきましょう。結構量入ってた。今から混ぜるのきつくない？はい、混ざってきたかな。こんなもんですかね。さっきよりね、空気がなくなってちょっと硬くなりましたね。ツヤが見えるようになりました。それじゃあ本当にぶどう味に変わったのか、いただきます。変わってる。しっかり
かりとソーダ味からぶどう味に変わってます。どっちがうまいっていうよりかは両方とも美味しかったですね。はい、というわけで今回ですね、こちらのパーティーねるねるを紹介しました。まあね、こちらヤンヤンつけ棒バージョンも出てるらしいんですけども、今回はこちらのパーティーねるねるのミニアンズのパーティーねるねるを紹介していきました。まあね、ねるねるねるねは結構ねよく食べてるっていう人もいると思うんですけれども、まあ久々にねるねるねるで食べましたね。意外と美味しかったです。まあ皆さんもぜひこちら、バレンタインとかなんで、ね、もう過ぎちゃってるか、ぜひ食べてみてはどうでしょうか。まあお誕生日の人とかにもね結構いいと思います。というわけで次回の動画でお会いしましょう。バイビー。オラオラオラ、うんうん。今日の動画はどうだったかな、面白かったらぜひチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。というわけで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。